高田祭りは、岐阜県養老郡養老町高田で、毎年5月第3土曜日、翌日曜日に行われる、曳山祭りです。防火、現在では、広く防災を祈願して行われる、愛宕神社の例大祭に合わせて開催されます。高田祭りの起源は、1759年、宝暦9年、6月24日に行われていた愛宕神社の祭礼に、下河原の若衆が庭鍛冶師を奉迎し、1762年、宝暦12年、西山を求めました。同年には、神輿、西町や東町のが制作が開始され、12月には、東町の土地を購入、御旅所を建立し、高田祭りが始まりました。